はい、皆さんこんにちは。今回はですね、こちらフィカス、ルビーちゃんとティネケですね、ありますけど、このフィカス、ルビー、まあ、ティネケでゴムの木ね、どれでもいいんですけど、これどれくらい大きくなるんでしょうかというね、質問が来ていましたので解説したいと思います。どれくらい大きくなる、どれだけでも大きくなります。ゴムの木だからですね、ゴムの木全般鉢植えしていると、まあ、大きくなるサイズっていうのはですね、かけられてくるかなと皆さん思いますよね。これはティネキでね、ゴムの木、アルテシマゴム、カシワマゴムとかね、インドゴムとか、バーガンディとか、ルビーとか、たくさんたくさん種類ありますけど、見てください。これはカシワマゴムです。ね、ウンベラータもゴムの木ですよね。これはカシワマゴム、バンビーナです。見てください。八号鉢ですけど、曲がりなんですよね。曲がりでこの辺ぐらいだったんですけど、ぐん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 上に潜っていって、ジャックと豆の木みたいですね。はい、こういう風に大きくなります。鉢に入っていると大きくならないという人たちかなりいますが、このハウスはほぼ鉢に入っている植物しかありません。そしてこれだけ大きくなります。ね、もちろんフィカス系ね、ゴムの木、カシワバゴムね、ウンベラータとかたくさんたくさんあるので大きくはなるんですけど、種類差はあります。ね、成長が早いゴムの木、遅いゴムの木、アポロゴムなんかですね、非常に成長が遅いです。じゃあはい、こちら、これはティネケですね。ルビーちゃんはないんですか。これ地植えしているやつです。実を言うとですね、これカット苗で作ろうと思って地植えしているんですけど、こういう風に地植えしているとどん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 大きくなります。なりやすいですね。なので芯を止めたらですね、こういう風に、これパキラですけど、芯を止めたらですね、そこで横にこう広がっていったりですね、するんですけど、またこれがまた伸びていったら大きくなります。だから大きくしようと思ったらですね、皆さんどれだけでも大きくすることはできます。そして鉢植えだからといって大きくならないということないです、ね、見てください。これもウィンベラータなんですけど、はい、幹も大きいですよね。そして上にも伸びる。僕が再生、ね、しないでずっとこう芯を止めなかったらですね、どん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 上にも大きくなっていくんです。で、暖かくなってきてね、悪くなった植物たちはね、全部葉っぱ落としたりするので、この辺で止まっているんですけど、やっぱり大きくはなってきますね。アポロゴムです、これ。で、アポロゴムなんかは1年間でこのぐらいしか伸びないので、だからこういう植物はですね、非常に大事にしてもらいたいです。アルテシマゴム、ね、ウンベラータとかは成長速度あまり変わりません。カシワバゴムはですね、非常に成長能力がね、高いと思います、はい、こちらには、まあ、全然違いますけど、ルビーちゃんとかベンガルゴムですね、寄せ植えスタッフ君がしてくれていますけど、ね、成長が遅い植物と早い植物をですね、合わせるとこう面白いことが起きますね。下葉を作ったりするのにはこういうのが面白いと思います。ルビーティネケ、こちらはですね、普通のこういうインドゴムとかですね、普通のゴムの木よりは若干遅いと思いますけど、成長はですね、他の植物よりフィカス系なので早いです。幹を大きくしたいときは葉っぱをカットして芯を止めると栄養がここにとどまるから幹が大きくなるとも言われます。根っこをぎゅうぎゅうにしていると上に伸びるのが早い、こんな感じを受けます。はい、これがですね、まあ生産者とかですね、いろいろ違うと思いますが、僕の場合、ずさんなこのハウス、そしてやり方で検証している結果、
そんな感じで成長していますので、これはですね皆さんやってみていいと思います。なのでここで何が言いたいかといったらですね、鉢植えでも全然大きくなりますよということです。これを実践するにはただ一つ簡単、水やりだけです。水さえしっかりあげていればどの植物も鉢植えでも大きくなります。そしてみずみずしく育てることができます。上にも横にも自由自在です。そう、枝をですねどの方向に出すかっていうのはですね、以前もやりましたけど、葉っぱが出ている方向です。わかりますか？こっちに今枝を出したかったらですね、ここでカットするとここから枝が出てきます。こっちに枝を出したい人はですね、ここですね、こう印がありますね、葉っぱがついているここね。だからここでカットしてあげて、ここを残していると今度こっちから枝が出ますね。こっちに枝を伸ばしたいと思う人はここでカットするとここから枝が出るんでね、この法則覚えていると形もですね、いろんな形を作ることができます。この曲がりからこっちにやりたいのか、こっちにやりたいのか、案外このやり方知らない人たちが多いのでね、こう知っているとここを残すとこっちから枝が出てきますね。ここだとこっちに枝が出てきます。こう面白いんですよね。ここ見てみるとわかるでしょ、こう出てますよね。これはどの植物にも言えることなので、まあひょっとしたらですね、枝物は多分これで全然いけると思いますけど、違う植物もあるかもしれませんが、ほぼいけます。形、いろんな形作るのチャレンジしてみてはいかがでしょうか。はい、ということでですね、今日はまあフィカスルビーあまりないからですね、あまりない植物っていうのはですね、増やすのが難しかったり大きくするのが若干難しかったりする植物なんだと思いますね。実際市場に出にくい植物というのはですね、生産者たちもですねあんまりたくさん作られていないと思いますので、ルビーとかこういうティネキとかですね、大事に育てると結構珍しいと思うし、めちゃくちゃ大きいルビーちゃんなんかねあまり見ませんよね。でもじっくり育てる全然大きくなります。そしてね、暖かい地域、そして寒い地域でも大きくしたかったらですね、暖かい季節だけ地植えしてあげてね、冬になる前に掘り起こして鉢植えとかしてあげると、また成長段階ね、これ何年も続けるとですね、どん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 大きくすること可能だと思いますので、ぜひね、時間と余裕がある人はやっていただきたいと思います。ぜひチャレンジしてみてください。それでは今回こんなところで、バイバイ。